ロリタ大好きの皆さん、大丸です。今回は金髪美女、12歳の女の子が走る時間でございます。ピンポンパンポン。はい、ということで、ね、やっていきましょうか。まあ、謎解きが2つあるんでね、それがまあ果たして、まず1個目が来たんだけど、これがどのくらいのそのスピードでいけるかなんだよね。まあ、これ冷静に考えれば、そんなに難しくはないので、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。そう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 。いいね、いいね、いいね。で、こっち、こっち。で、下をくぐらせ、ズンズズン。ね。で、これはね、このいまいちその切れてる切れてないっていうのがよくわからないんだよね。で、素晴らしい。我を褒めたたえよ、前人。はい、というところですね。じゃあチリ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 ってお電話いただきましょう。しかしまあ自分の部屋なのにさ、監視カメラつけてって冷静に考えれば Why? もしもし、ご機嫌よう、クレア。取引をしようじゃないか。これよくよく考えたらおかしいよね。だから、あ、そうか、だから自分の部屋に侵入者がいないかどうかっていうのをチェックするために、どこにあるの？ああいう近くにあるからすぐわかる。まあ本当に私服を肥やしまくっておっさんの体ってこういう体型だったんだな。もし指一本でも触れたら、これで右の二の腕のあたりがなんか指紋のような汚れ方をしてるんだけど、あれを落とさなければ見逃してやったのに。ど変だね。だから目がいっちゃってんだよな、本当に。はあ、心配するな。今回はちょっと、もうじき全て終わる。成熟しようとして、成熟しきった後のね、体を皆さんご存知なんですけども、成熟していくためのね、プロセスを歩んでいる女の子の体をね、ちょっと拝見しつつ、進めていきましょうか。で、調べましょう。にしても不気味な人形だよな。大きいよね。私んちのお母さんみたい。で、中身をえぐり出したら、スッと捨てましょうみたいなね。ロッティ。ラリー！ナタリアって何歳だったっけ？ナタリアこそなんかロリーとかにするけどね。で、前回これに多分10分15分くらいかけまくって、クリアできましんってなってパート分けたっていう記憶があるんで。そこまでやっちゃうんかいっていうね。さて、まあ、ちょっと最悪今回はちょっとカットしないで、謎解きのそのスピードをもしかしたら ここだけ切り取って倍速にしてみたりとかっていう可能性はあるけど、まあ倍速がなかったらそれだけうまく上手にできたんだな、うまくと上手って感じ一緒だな、まあ、うまくできたんだなって思って。あ、やばい、ゲップ出そう。ダメダメ、飲み込む、セーフ。ああ、危なかった。代わりに咳が出た。これね、毎回思うんだけど、これほんと一個一個合わせていこうと思ったら、これ何が正解なのかっていまいちよくわからない。あ、いけた。おっしゃ、さあ立ちばさみ、大きさが違うもんね、握るところと押すところとね。これね、持ったまんま行けばよかったんだけど、なんでこれを使うためだけにこう捨てちゃったんだろう。もったいない。非常にもったいない。監視モニターはここしかないのか。作業場に監視モニターを置く方が一番効率的だと思うのは私だけでしょうか。引っ張ります。登ります。ズボンだかな。中途半端に長いんだよな。見えたら一番良かったんだけどね。いや、ダメダメダメ。あ、なんかもともとその性犯罪のそのなんか合意的なやつ、なんか13歳とかだったらしいですね。僕知らなかったんだけど、それなんか15歳に引き上げられたみたいな、そんな話があったりとか。まあそれはいいとして、これなんであれ机折れちゃったんだろうね。あれか、下の階で所長が暴れ散らかしている間にガコンってなっちゃったとか、そんな感じなのかな。ういうい。で、
こんだけご立派な建物だったとしたら関係ないのかな。え、まだあれだよね、揺れるほどの基地がねえって感じだな。このカチャンって開いた時点で音とか気づいたりとかさ、2階でさあんなさ暴れ散らかしてたらさ、普通に暴れ散らかすって何、暴れ散らかすってどういう意味ね。あら、随分と顔色が悪いと思いますね。どうされたの、ブルーベリー色になっちゃって。ということで、鍵をね、いただきましょう。よし。どこへ行く気だ。おとなしくしてろと言っただろう。聞き分けの悪い子だ。こっちに来ないで。後ろ。お願い。三角若玉。しつけってものを教えてやる。これがよくあれだよね。たまたま撮ったやつか。あ、これだ、これで、これやったタイミングで。机が上の机でガコンってなったんだけど、あの程度で上の机ってガコンになるんだったとしたらさ、冷静に考えればあれだよね。やばいやばい、さあ逃げろ。クソガキめ、後悔させてやる。上でシェリーがドタドタやってたとしたら、しかも今度走り回ったわけだから、ドタドタやってるとしたらバレると思うんだけどね。わざわざ鍵を閉めていったあれなのかな、逃げ道をなくしていこう作戦なのかな。前回ちょっとなめぶしたせいで、シンプルに見つかったもんね。 You are trapped、 そんな感じの。これなんか攻略サイトかなんか見たときに今のバレてるけど気のせいでしょうか。ここまでの動きが出ちゃったな。隠れんぼは終わりだ。鍵を閉めたぞ。しゃがむのは1回だけでいいみたいなのがなんかあったと思って、ちょっと残念ながらその動画を見たことない。どこにいる。あのタイトルのサムネだけ。とっとと出てこい。いるのは分かってるぞ。早く出てきた方がいいぞ。お仕置きが増えるだけだ。そろそろあの苦しみ始めると思いますんで、皆さん鍵を盗み取る準備をしておきましょう。やめて。若干気なったらしいんだよな。まあシェリーがそのこの年齢で可愛いかどうかっていうのが一番わかるのがやっぱダークサイドクロニクルズだと思うんだよね。今すぐ。ダークサイドクロニクルズに出てくる、あーでもどうなんだろうな。くそ。顔が焼ける。煽っている。ダークサイドクロニクルズ出てくるアネット・バーキン、その、なんだろう。美人ではないけど、清潔感はあったよね。で、鍵いただきましょう。これ、だから鍵を取るスピードで、全然その、顔を洗うのが、ね、顔を洗うスピードが変わるってね。見つけたーと。リチにね、あのくるくるっと回ってくる。俺だったら上、あの、タンスなのか何かわかんないけど、本棚かな。バーンって、ほらほら、わざわざぐるっと回り込んできて。リチギだよね。で、出てきました。で、出てきて、これカチャコンってやるじゃん。で、後ろ振り返るじゃん。そしたらね、あの、所長がね、瞬間ワープするんだよね。今行くぞ、ロサンゼルスレイカーズ大好き俳優さんが出てくる。こっちに来るんだ。うわ怖い怖い。いつの間にあの斧取ってきた。どっから取ってきたのあれ。どこで拾ってきたんだって。よし。で隠れます。お遊びはもう終わりだ。そこで伏せたらなんとかなる。ただじゃおかん。隠れ。逃げ回ってるか。
こんだけの巨体がすぐ近くにいるのに、気づかないとこっちにいる。なんかあれだよ、ジュラシックパークに出てきた最後のティラノサウルスみたいなくらいさ、みんな間抜けじゃねって思って。ということで、所長入院、無事ご解任されました、うん、おめでとうございます。第一子誕生の瞬間はもう目の前。はい、30 minutes early。 ごきげんよう、クレア。アリア君だ。取引をイヤーズはアゴーだよね。どういうこと？ 10 years ago。 私の時間を無駄にする気か？ペンダントを持ってこい。時間半の場合はアリアなんだね。はい、まあちょっと区切りがいいので、次に進んじゃうと、ガキを死なせたいか。あれなんで、分かった。まあ、このまま一旦終わっていこうかなと思います。どこにあるの？近くにあるから。めっちゃ喋ってるけど。すぐわかる。ご機嫌よく。シェリーは無事？今はな。今のところはな。もし指一本でも触れたら、信じられない。まあ。見たいからな。よし、じゃあパーキングパーミットも手に入れたところで、待ってなさい、ゲス野郎。前方地まで戻っていきましょうか。まあ、恒例のおっぱい谷間タイムはちゃんとお見せしてですね。はい。タイム。はい。ということで、無事にね、シェリー編もクリアすることができましたので、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンで、次回パートも楽しみにしてるよっていうね、合図を送っていただけると嬉しいと思います。ということで、お疲れ様でした。